はい皆さんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただいまより不動産鑑定試験2019分野別過去問解析プラスアルファ討論経済学第1回目の講義ですね開始させていただきますよろしくお願いいたします はい、えー、本日、ですね、プラスアルファ答練の第1回目ということになりますが、あちょっとね、一番初めの講義ということなので、第1回目ということなので、簡単にガイダンスをね、えー、させていただきますけども、えー、本講座はですね、全、えーま、8回の講座になっておりまして、えー、まず私の方で50分間解説させていただきまして、でそれを踏まえましてね、皆さんの方で60分間、問題2を解いていただくという形であります。でその後 またね、私がちょろっと出てきて20分少々ですね、お話しさせていただくということで、まあ、そんな感じの、ね、講座になっておりますので、まあ、インプットもするしそしてアウトプットもするというね、そのインプットとアウトプットの架け橋のようなすで、えーまあ、に勉強した人向けの、ね、講座になっております。 でではですね、えー、こういう講座なんですけれどもお、まあ、簡単に、ね、流れを申し上げますけれどもあの前8回ということなので、えー、経済学ですからあミクロとマクロで半分ずつ使うということで、えー、前半の 4, 4, つです、ね、4コマですね、えー、これはミクロ経済学とそして後半の4コマでマクロ経済学を潰すということにさせていただこうと思っております。では、 1> 第1回目ということなんですけども、えー、本講座の目的ということで、まあ、先ほど申し上げましたけどまずインプットですねこれをさせていただくということでインプットこれごめんなさい50分ですねごめんなさいねインプット50分ですね、えー、でまあハイレベルの知識考え方ということでありましてですね、まあ、基本的にですねすで、まあ、あに勉強されてる方向けということですから、まあ、ハイレベルといったらちょっと、まあ、うんあの行き過ぎかもしれませんけど、まあ、少しそのレベルの高いお話なんかをさせていただと。 させていただこうかなとも思っておりますので、まあそんなところもキャッチしていただければと思いますね。まあ,あと、やっぱり基礎事項の確認ですね。あのー、まあ、やっぱりレベルの高いところも取って、それで得点を稼ぎたいというのももちろんあるわけなんですけども、もまあ、しかしながらですね。基本的なところを落としてしまったら、それはあまあ、はっきり言ってまずいということでありまして基本的な。 ところころそですね、しっかりと書かないとですね、合格点はもらえない,もらえないということになりますのでねで。最近のこの不動産鑑定試験の傾向はですね、あのまあ、国交省が、えー、ですね、うん、短期合格を可能にするというね、そういった方向性に今、舵を切っている途中でありますから、まあ、ミクロ経済学に関してはなんですけれども非常に点数がかつてよりも取りやすくなってきておりますむしろミクロで点数,取らないあの点数を稼がないとですね、えー、合格点いかないというそういった状況になっております。 で結構基礎的なね問題が出ております私の方で直前期に提供させていただいている問題の方が、まあ、レベルは高いということでありましてですね、えーまあ、そうですから、まあ、あの最近の本試験、まあ、特にミクロなんですけども基本的なところがね多く問われているということでありましてですねそこを落としたら元もともともありませんのであのハイレベルの知識これも確認させていただきますけど基本的なところもねしっかりとこの講座でですね触れていきたいと思っておりますのでそんなところも をつかんでいいただけれればと思いますねでそれからまあ本試験のお話申し上げましたけどもあのミクロは、ね、藤原徹先生という方がおそらく出しているということで、まあ、これはもう十中八九そうでしょう、まあはえー、もうほぼ100%そう,そうじゃないかなというふうに私がかか、えー、確信しているんですけども。 あのマクロの方はね、えー、村瀬先生という方があおそらく出しているということで、マクロはね、ちょっとね、やっぱ大変ですね、えー、今年の本試験というふうに言ってしまいますけど、2018の本試験はです、ね、経済成長の理論から出題されたということで、まあ、経済成長の理論、まあ、それだけでも結構大変なんですよね。えー、経済成長というのは、まあ、結構数式が複雑になりますんで、まあ、小学者の方にとっては大変ということで、まあ、ラックでも、あるいは、まあ、他者さんでもですね、それほどね、んまあ、しっかりとフォローしてない。 と思うんですよねで私はそうは言いつつもちょっと危ないかなというふうに思ってましたんで試験対策講座でね2017はね、えー、一応対策は練ってたんですよ、えー、経済成長ねただ私が出題あの、えー、皆さんに、えー、試験対策講座で、えー、経済成長ね、えー、あの提供させていただいた問題のはるか上を行くレベルだったんですですから全くね、えー、意味がなかったとせっかく私はね経済成長一応 <laughs> やらせていただいたんですけど、まあ、はっきり言ってその玉のスピードが 違いましたねリトルリーグのピッチャーの球ぐらいの球ぐらいしかね私は提供させていただかなくて、まあ、本試験のあ、ね、あの,、まあ、あのメジャーリーグいっちゃいましたけど大谷さんのね思いっきり速、えー、い球が、ね、投げられたというようなそれぐらい球の速度が違う、ね、問題が出ちゃったということで経済成長だけでも難しいとでさらに難しい問題が問われたということで、まあ、今年のマクロに関しては、まあ、ほとんど差がつかないのかなと。ただね、そうういった意味で言うとねあの どんな意味だっていう感じなんですけどもあのマクロはねあのー、非常にレベルが高かったんでそんなに差がつかないのかなって思う一方をあの理系の方っているじゃないですかやっぱこの不動産鑑定試験によって建築士から来られてる方っていうのも結構私の、ね、受講生の中にはいらっしゃいますけどもそういった方とかあるいは理もうそもそも理系ですと建築士じゃないけどそもそも理系ですとそういった方はね結構ね 意味は分かんなかったけど数式解けましたっていうことも方もいらっしゃったんですよですから、あのーなんですかね、理解はできなかったけど解けるっていう方も中にはいらっしゃるんですよねマクロねあの今年のマクロ経済学2018のマクロ経済学ぜひ問題見てください国交省も発表しておりますんで、えー、見ることができますんでねぜひどんな問題が出たのかこれは見ていただきたいんですけどもあの非常にハードですよね うん、なので,、あのー、で、その数式なんかもハードだったんですけども理系の方は意味わかんないけど解けましたという方がいらっしゃったんでそれが何人ぐらいかなというふうに思うんですけどね、まあ、合格者のうち2割あるいは3割、まあ、多くて3割いらっしゃるのかなと、まあ、私は2割2割,2割5分ぐらいかなとは思うんですけども数式が解けたという方ねだから残りの合格者はまあ80人90人ぐらいの方、まあえー、そうですね80人ぐらいの方ですかね、えー、その合格者の方に関してはねおそらく うんほとんど解けなかったということだと思うんですけども、だからそういった意味でねあの理系の方有利ということですから、私はちょっとね、問題としてはどうなのかなというふうに思いますね、あの別にあの、ねあの、経済学というのは数学使う学問ですから、経済学を極めるという点で言えばですね、やっぱり数式の扱い、数式操作能力というのは必要になるんですよ、ただし、皆さんは経済学のプロになるわけじゃないんですよ。 不動産鑑定士という実務家になるんですよね。その実務家というあのになるんですけどもやっぱり経済のことについてはある程度知らなければいけないということで勉強しているとだから実務家なんですよ皆さんはねですから実務家を要請する試験であそこまでの数式操作能力を求めるというのはどうかなとで文系の方が基本的に多いとでそういった方は解けませんから、まあ、非常にねで理系の方は有利ということで、まあ、非常にちょっとね そうっどうかなというふうには思いましたよね。でそれに対してミクロの方はです、ね、本日やらせていただきますけどもあの独占というお話そして費用低減産業というお話で、まあ、私の、ね、論文実践討練で独占も扱っておりましたし費用低減産業は私の公開模擬試験の第1回目で狙っておりましたので公開模擬試験全2回しかありませんからあミクロで使えるのはその2回分ということで、ね、やらせていただきましたけどあの的中させてますんでね。ですから 多くの方はね私のあの えー、本試験を切るというのが、ね、あの本試験が終わった後のその金曜日にね、えー、やったんですけども、まあ、多くの方とね、えー、その受験生の方とあのお会いしましたけども、まあ、ミクロに関してはできましたという、まあ、意見の方が多かったですね、まあ、本日やらせていただきますけどねですからまあミクロは、ね、本当、まあ、うんそういった意味では合格者のレベルの方からするとですね簡単というふうになっているんですよね。ここののの差はは何かなっていう風にね私はねね私本当、ね、この夏、ね、あの、うん 回答を作りながらあーもう思いましたけどねこれはねひょっとしてねここだけの話っていう感じですけどね藤原先生の忖度が働いてるかもわかんないですね。ミクロまで難しくしちゃったらねマクロはもうあの村瀬先生もうあの村瀬先生今年で3年目なんですけどだから皆さんのお受けになった年は4年目ないしは交番ということになりますけども4年やるんじゃないかなとは思うんですけども藤原先生5年目ですからね来年6年目6年目はさすがにないから藤原先生はおそらく交番なんでしょうけども。 村瀬先生はね一年目から非常に難しい問題出てるんですよ。村瀬先生は村瀬先生の前の年というのは平均点が多分六十点ぐらいあったんですよ。で村瀬先生になって一年目の時もう平均点二十点以上下がってますからね。で二年目もやっぱり非常に低い点数平均点が三十いくつですよ。ですから非常に低い点数になってるんですよね。だから村瀬先生が、えー、ハードな問題出すからあこれは今国交省としては、えー、受かりやすくしてると、えー、短期合格を可能にしてると短期合格を 可能にににししたいといとう方向性にあるるのに村瀬先生はハードな問題出ててきてるんですよだから藤原先生までですねハードな問題出しちゃったら経済学のですね、えー、合格点ねおおむね6割っていう風に言ってるけど6割なんて全然いかなくて合格ってことになっちゃうんですよ。これは国交省のですね求めてるそういった方針ほあの方向性とちょっとずれるんじゃないかなということで私ねミクロ計画大学ね ちょっと簡単なんじゃないかなというふうに思ってるんですけどもあのひょっとして忖度が働いてるんじゃないのかなというふうに思うんですね藤原先生まで本気出して作っちゃったらあの合格者の方の合格点が6割絶対いきませんよ。 あそういう、まあ、なんか忖度が働いてちょっと、ね、簡単目にしてるんじゃないのかなというふうに思ってるんですけどねだからその藤原先生がおそらく来年抜けるわけですからミクロはどうなるのかちょっとねあのなかなか予想がちょっと難しい状況になってしまうんですけどもだから村瀬先生タイプのねそういった方が出,てあの出題者に、えー、加わってきたらですね本当に経済学はねあの荒れますね本試験2019年ですから皆さんにとりあえず今からあの、えー、誰が来るか分かりませんからね あの勉強今からの勉強の方法としては、ね、とりあえず抜けがないようにしていただくと基本論点はきちんと学ぶということなんですけどここはちょっと私強調させていただきますけどね経済学で高得点を狙,あの高得点を狙うということをやめていただきたいということですねだから今年のマクロみたいな問題が出たら経済学で高得点取れないんですよ。でですすから私は多くのところ申し上げてますけど あのバランスのいいです、ね、そういった勉強法これを心がけていただければなというふうに思うんですねだから経済学で得点を稼ぐぞと20点稼ぐとプラス20点稼ぐと80点取ると8割取ると年によっては可能です。 だからあの村瀬先生が加入する前は平均点が6割ですからあだから合格者の方、ミクロね、私、そあのその2015年だったかなあの、村瀬先生が加入する前の年っていうのは、公共財的中させてるんですよ、確か2015年だったと思うんですけど、公共財が第1回目公開模擬試験、そして的中当連でゲーム理論やってて、公共財とゲーム理論がミクロで問われたんですね。で、私、公開模擬試験と的中で、えー、それぞれあの公共財とあのあのゲーム理論出してたんで、もうズバリ的中だったんで。 だからあの私の受験生の方はですね、まあ、ミクロで多分5は、あのー、ほぼ100%取ってるんですよね、ですからその2015年だったと思いますけどその年はあ平均点が6割、で、まあ、本当に9割近く、ね、取った方もいらっしゃったんですよだからそういう年は確かに経済学に力を入れてれば点数を稼ぐことができますけどおそらく村瀬先生なんです、マクロは。 で新しいミクロの方がどういった方か分かりませんからやっぱりミクロあの経済学で稼ぐぞという発想法は危険なんで、ね、危険ですよ、非常にリスクが高いですよどんな方が来るか分からないんだからだから経済学はそこそこそこにというか、ね、バランスのいい勉強ですね会計学も6割は取れる民法も6割では取れる鑑定理論ももちろん取れるとで経済学も6割は基本的な問題だったら取れるとそういう方が私は受かっていくと思うんですよね。 だから他の点,他で点数が足りないから経済学でちょっとにあの、えー、プラス10点稼ぐぞという方はちょっと受かりにくいような試験になりかねないなとうう思いますので、まあ、会計学の傾向なんかを見ているとです、ね、非常に標準的な問題ですよ。会計学ってあの鑑定試験の平均点が結構低めなんですよね。それほど難し,くない,難しいとは思わないなという問題でも平均点が低めなんで、まあ、逆にあれぐらいって言っちゃあれなんですけどもあの2018は非常に標準的な問題が出たんですがそれぐらいでいいのか かなというふうに思うんですけど経済学はね非常にね特にマクロ大変です受験生の方からしたら非常に大変ですなのであの稼ごうとはしないとバランスよくねだから食事と一緒ですね、えー、あのタンパク質も大切ですし脂質も大切ですし最近ね糖質をカットするダイエットが流行ってますけどやっぱり糖質を取らないと頭働きませんからだから糖質も大切なんです 三大、AS、ね。だからバランスよく食事もしなければいけないのと同様に勉強もバランスよくね、えー、やるということで、えー、経済学で稼ごうとしないとどの教科もですね確実にですね点数を6割が取れるとそういった状況に持っていった方がですね2019合格すると私は思っておりますんで是非ね、えー、バランスをあの心がけていただければと思いますね。 でえー、とインプットを私の方でさせていただきまして、ですねこれ、ごめんなさいね、50分ですねで、アウトプットは60分です、皆さん、やっていただきますで、えーまあ。ハイレベルというふうに言ってますけど、まあ、ちょっとね、レベルの高めかなという、まあ、そういった問題ですね。で、まあ、あのこの講義ですね、インプットですね、そして演習、アウトプットですね、これを織り混ぜて、ですね合格答案をかけるようにするんですよというのが、本講座の狙いになっておりますね。 で本日のポイントなんですけども、まあ、都市経済学という分野ですねあの都市経済学という分野からの出題というのは えーまあ、私は、ね、このお、えー、不動産鑑定試験講座で、ねえー、やらせていただいて2007年から私、参入させていただいておりますんで、まああの2019年目で2019年度で12年目になるんですか2018年度で11年目だったと思いますけどもですから、まあ、結構いろいろやってきたわけなんですがあの当初はですね都市経済学というそういった分野は、まあ、ほとんど出題されなかったんですよ。だけども浅田義久試験委員といいいう方方ががらっしゃいましゃまてですねその方が 市経になってからですねね都市経済学というのがぐわっと入っ入てきたミクロで、ね、ですから、まあ、都市経済学というねそういったその、まあ、学問領域ミクロのミクロ経済学の応用分野なんですけども、えー、それを対策しなければいかんということで、まあ、今日は費用低減産業、まあ、独占費用低減産業ということで、まあ、費用低減産業というのは、まあ、都市経済学にちょっと絡む分野ということでまあ都市経済学からの、えー、ご紹介ということになりますね。でまあ費用低減産業2018公開模擬試験第1回目で出しております。 で、えー、価格、数量、消費者余剰、ということであのー、ですね あのまあ、価格と取引量ですね、えー、ここをしっかりとやっぱり均衡分析というふうにミクロで言うんですけども、均衡点をしっかりと計算できるようにすると、ね、いうことがやっぱり大切かなと、やっぱりね、計算問題っていうのも大切なんですよね、そのグラフでしっかりと概念を抑える、これも大切です、だけどもやっぱり計算っていうのもできなければいけない、なぜできなければいけないのか、計算をやることによって理解が深まるんですよ、まあ、皆さんもね、不動産鑑定、えー、まあ、鑑定理論ですね、皆さんやられてると思いますけど、 理論だけをやってたら理解って深まらないんじゃないですか？演習やるからこそ理解って深まるんじゃないですかね。私はね、あのまあ、会計学もやっておりますから。まあ、大学では簿記を教えてますよ。えー、ですから、あのまあ、ね簿記っていうのはあの会計の計算問題ですよ。で、皆さんが会計学でやってるのは会計学の理論の方ですよね。ですけども、私から言わせれば理論だけやってもやっぱり理解ってなかなか深まっていかないんですよ。 会計学も理論をきっちりとだから会計基準ですねそこをきっちりと理解するこれはもちろん大切ですだけども一方でまあ会計学だったら仕分けっていうね簿記で仕分けそして天気仕分け天気これがきっちりとできるようになっていかないとやっぱりなかなか身についていかないところがあるんですよねでそれと同じです経済学もだから理論グラフ数式このしっかりとこう押えたとしてもやっぱりねえそれももちろん大切です だけど、計算を通しててままた理解が深るるっていう面もあるんですよね。ですから私は計算問題というのは絶対に必要と思ってるんですけども、まあ、本試験で、えー、取材される先生もそのスタンスですよね毎年やっぱり計算問題出てますんでだからやっぱり経済学には計算が必要でしょうというスタンスで毎年取材されてますんで、まあ、最近の,、ね、その計算の傾向を申し上げれば昔はね、それこそね、浅田義久先生が、ね、結構ハードな計算出してたんですよ。あのー えー、会計額は、ね、計は算機持ち込み課に数年前からなりましただけど会計学の計算なんてね結構ね、えー、手計算って全然可能なんですよ。今年もね計算機持ち込みかなのに、えー、っと何だったっけな、えー、収益的支出とあの、えー、その辺のね、えー、お話、あのーえー、資本的支出だとか計算問題出ましたけどもあの辺のお話なんかね別に計算機なくたって別にできますよねっていうような感じなんですよね。だだけけどど計算機持ち込み課だけど経済学に関しては 計計算算機が持ち込みにになななってていもかかわらず結構ハード出たんですよだけど最近は計算算でも全然無理がなないいそうっった分量のにておりますだから、この傾向になるんじゃないのかなというふうに思うんですけどね、私は計算機持ち込みかにすればいいと思うんですよ。だって、官邸理論で計算機持ち込んでる、会計学でも計算機持ち込むかであると。なんで経済学は計算が出るのに、計算機持ち込みかじゃないんですかって、むしろその合理的な理由を知りたいですよね、むしろね。だから、私は計算機持ち込みかにするべきだと思うんですけど、現在の制度はそうなっておりませんから、結構、 ハードな計算もね出る可能性はありますんでかつて出てましたけど、ね、だけど最近の傾向はちょっとね計算解きやすくなってますね低計算でもねで、えー、まあ、近年都市経済学からの出題は激品質ですよということでまあ、しっかりと勉強する必要がありますよということですねではですねえー、っとちょっとですね、えー、中身の方に入っていきましょうかね。 えっと私の方でこれ持ってきましたけれども分野別各問解析プラスアルファ討ンということで、まあ、こちらですね、えー、見ながらやっていただければと思いますけど、まあ、1ページですね、えー、問題1の1ページ括弧、えー、1からちょっと見ていきますけども R 剤の需要曲線は価格を P 需要量を D とすると D イコールマイナス 2P プラス100で、えー、表せられると。 まだこの材の生産の限界費用は10で一定であるということで、まあ、あの私があの公開模擬試験の第1回目で出した問題の方が非常にハードだったとというのは何が全然違うのかというとあのまあ需要曲線はいいですで、需要曲線は与えられていてそれは私の模擬試験でもそうだったと思いますけど今回、限界費用が10というふうにもう与えられて常るんですよね。 費用関数が与えられててね費用関数が与えられてて限界費用を求めるって言ったら微分しなければいけないじゃないですか。 費用関数を生産量でで微分しななけければいけないひと加わるんですよあるいは私の出した公開模擬試験で出した問題ちょっと忘れてしまいましたけども、えー、と結構ねその限界費用だとか平均費用だとか出すの結構面倒くさかったと思うんですよね比較的にですからそういった意味ではあの、えー、そのレベルをちょっとねあの藤原先生としては落としてるなっていうふうに私は思いましたね限界費用がもうすでに与えられてるというね。 えー、不動産鑑定試験のその受験生のレベルを考えれば別に限界費用を求めるのはもうお茶の子さいさいですよですからまあ、この辺はねちょっとね甘くしてる甘く作ってるな甘く作ってるっていうのはマクロでおそらく点数取れないだろうからミクロで点数取らせてあげないとねっていう、まあ、そういった忖度が働いてるふうに私はこの2行を見てね、えー、思いましたけどね。 でまあ、この場合において次の書くと答えなさいということで、1に丸1、丸2というふうにありましてね、で丸1なんですけども、この材が独占企業によって供給されると仮定すると、このとき、四重損失、デッドウェイトロスがいくら発生するのかということで、鹿重求めなさいという問題ですね。じゃあちょっとね、私の方で、えー、っと手書き、えー、手で書いてきましたので、ちょっと見ていただければと思いますけど、これ皆さんにね、あの皆さんにも、 あのこれと同じもの、えー、プリントアウトしたものが、えー、お手元にいってるかなっていうふうに思うんですけどもただね皆さんね今は書かなくていいです今は書かなくてもいいですけども後で後でですね、まあ、これ見ながらでもいいしあるいはあのーまあ、見なで書くっていうのでもいいんですけども、あのー、ぜひ1回は少なくともねやってくださいよ。ね、これやっぱり 自分の手を動かかさなないいと、ね、結局身につかないんですよね、えー、見てるだけだだっっったらダメですはっきり言って、ね、だから私は昔はねあのかあの、えー、手書きのものをあのお渡ししてなかったんですよね書いてほしかったからですけども、まあ、ちょっとねいろいろありましてですねあの、まあ、皆さんにもお渡しするという形になったんですけども皆さんにお渡ししてるから書かなくていいですよっていうことでは決してありませんから。 1>, ね、1回でも2回でもぜひやってくださいもう1回と言わずですね何度もやっていただきたいんですよ本来であれば、ね、書くくことによって染み込んでいくんででいす、ね、記憶っていうのはですね,ね記憶っていうのはなかなか1回で記憶されないですよ。 何度もやることによって脳みそが、ね、あこれは大切な情報だということで忘れちゃいけないということで長期記憶にそれが転送されて長くその記憶として保存されるんですよね。ですから何度も何度もやるっていうのがやっぱりねこの暗記記憶には必要だと思いますのでね皆さんも鑑定理論でその基準の暗記っていうのはねもう本当に何度もやってると思いますけども、まあ、経済学ももちろん数式のをどういうふうに展開するのかとか計算ですねこれ何度もやる必要があるのかなと思いますね。では えー、D イコールマイナス 2P プラス100これが問題文で与えられておりますけれどもまあこれをですね P イコールの形にしますなぜ P イコールの形にするのかというとグラフを書くときに グラフは基本的にですね P= イコールの形ですよね需要曲線それからまあ供給曲線今回 MC ですけども、えー、縦軸に P そして横軸に需要,需要量取引量を取ってグラフを書きますよねですから需要曲線を P= イコールの形にしないとですねダメなんですよなぜダメなのか傾きと切片を書く際に P= イコールにしないとダメじゃないですか P= イコールの形にすれば傾きがマイナス2分の1ですよと切片が50ですよというふうにわかりますんで,でこれがわからないとやっぱり余剰分析できないんですよね なので、えーまあ、ちゃんとねグラフを書くということで、えー、このね D= イコールという式が与えられておりますけど P= イコールの形にするんだと、ね、ちなみにね皆さん D= イコールの式、ね、d イコース2 p プ1 0 0っていう式がありますけどもこれはどういうふうな名称なのかというと「需要関数」っていうふうに言いますね。需要関数 d イコール、需要量イコールの関数を需要関数というふうに言うんですよ。一方で、p イコールですね、p イコールの関数、これですね、p イコールの関数を逆需要関数というふうに言います。この丸い式、ね、p イコールの形になっているのを逆需要関数というふうに言いますんでね。いいですか で、今回、丸1でですね、四重損失、ゅ、ま、う、あ、ですね、これ求めなさいということなんですよね。ゅう求めるということはですね、えーまあ、グラフをね、ある程度作っていかなければいけないということですよね。えー、需要曲線がありますよね。でそれのの傾き2倍にしたものが、MR、なんですよ。 で, MC は今回10で一定とということですよね。鹿銃求めなさいっていうことはこの三角形を求めなければいけないということで価格とか取引量これを求めていかないといけないわけですよね。で価格とか取引量を求めていかなければいけないということですから MR=MC イコール、MC。 ここれがまず必要だとということなんですね。MR=MC イコール、MC、今回独占ですから、ね、今回独占企業ということですから独占企業の利潤最大化条件っていうのは不完全競争市場における企業の利潤最大化条件と同じで MR=MC イコール、MC、これが条件になってきます利潤最大化条件に。ですから MR をまず指揮、えー 組み立てて MC を式組み立てて MC は与えられておりますけどねえ組み立ててで MR=MC でドッキングさせてあげてそれで、えー、数量について解くということで、えーまあ、数字がねどん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 と、えー、明らかになってきますよね。じゃあちょっと見ていきましょうか。 これが丸 ① 式が逆需要関数で、これを傾き2倍にしてあげたものが MR です。逆需要関数の傾き2倍が MR。逆需要関数の傾き2倍が MR ですよね。ですからマイナス2分の1を2倍にしてあげると傾きがマイナス1ということで傾きが急になるということですね。これが MR。 MC が問題で与えられておりますけど限界費用ということで10であると10で一定だということですから MC 10ですですから MR=MC 独占企業の不完全競争市場における企業の利順最大化上限これが MR=MC で MR が丸2式 MC が丸3式ですから 2=3 よりということで MR のところに d プラス d 5 0を代入し MC のところに10を代入しこのようになります。マイナス d 5 0イコール10と。 D について解けばイコール40ということで、えー、この MR=MC イコール、MC、ここが MR=MC イコール交点になりますけどもこの交点の需要量取引量が40ですよっていうふうに求まるわけですね。で需要量が求まったらあ今度は価格を求めると価格はいくらですかっていうと需要曲線に聞いてください。需要曲線に対応した価格が決まりまりす。これが30になるわけなんですけどね。 いいですか。独占企業といえどもいくらでも価格を釣り上げることはできないんですね。そもそも皆さん需要曲線っていうのはいろんな見方ができるんですけども、需要曲線っていうのは最大支払い意思額なんです。需要曲線っていうのは最大支払い意思額を、えー、あの表しているものなんです。いろんな解釈できるんですけどね。最大支払い意思額。ですからこれね、えー、40個の時。 数量が四十個の時消費者は最大で三十円の支払い意思がありますよと、それを教えてくれるのが需要曲線なんです。四十円の時最大で支払う意思が、えー、最大で三十円分三十円最大で支払う意思がありますよと、それを教えてくれるのが需要曲線なんですね。ですか。独占企業とはいえ、いくらでも価格を吊り上げることはできません。 価格支配力を持っているとはいえ、いくらでも価格を釣り上げることはできないんだとね、えー。独占企業といえども、価格は需要曲線に逆らうことはできないんですよ。価格設定の点でいうとね。価格設定の点でいうと、需要曲線に逆らった価格はつけられないんです。ね。そこのところは確認しといていただければと思いますね。で。 ですから、この40をですね需要曲線に代入する、一しかが需要曲線、えー、逆需要曲線ですから逆需要関数ですからね、ここの D のところに40を代入するということで、丸四丸よりということでマイナス、えー、p イ,コールマイナス二分の1かける4 0プラス50、えー、ここに、えー、需要量のところに40代入し、これ30になるわけですね、三十に。ですから、価格は30。ねえー消費者が この40個という数量であれば最大で支払ってもいいなっていうふうに思う価格が30なんで、えー、独占企業は30の値段をつけていくというふうになるわけですね。ですか であとはですねこのね科重を求めるということでこの鹿重っというのはこの三角形ですからあ今求まったのは30ですよね限界費用が10で一定ですからここのね高さの部分この三角形の高さの部分は求まってるんですよ高さの部分は求まってるんであとは底辺が求まればいいとあとは底辺が求まればいいということで底辺は今40は情報として揃っております。 ね、なのでここのね需要曲線と MC の交点ですねここ求めなければいけませんね需要曲線と MC の交点。需要曲線と MC の交点っていうのはですね P=MC でも止まりますんで P=MC でも止まる P は一式 MC は三式ということで一、えー、式と三式を使ってですね計算しますと80ということでありましてもし完全競争市場であれば80個作りますよと。 だけども独占ということですから数量を減らして過小供給という状況をあえて作って価格を釣り上げていると価格を釣り上げたことによって価重が発生しましたよというお話なんですね。で皆さんねあの独占の悪いところですね。 なぜ独占は悪いのか、これ独占が悪いなんてもうこれはみんなわかっていることですよね。なぜ悪いのかと、ね、独占禁止法があって独占も悪だというふうに言われているわけですね。なぜダメなのかというと、価格がつり上がるからっていうふうに言われる方がいらっしゃるんですけど、はっきり言ってそれでは満点ではありません。ね、価格が高くなってもですね、あの経済学的にはね余剰が増えてれば、それはいいことなんですよ。 総余剰がもし増えているのであれば価格が上がってもそれは資源配分の点では素晴らしいという風になるわけです価格が上がること自体が悪じゃないんですよ何が悪なのか完全競争市場の時と比べて余剰が独占になったら減ってしまうっていうねそこが悪なんです死価重が発生するっていうのが悪なんですだから独禁法があるんですいいですか価格が上がるイコール悪だだから独禁法で独占は禁止だとそのロジックじゃないんです はっっきり言ってそのロジックは間違いです、ね。じゃあ何が正しいのかっていうと鹿銃なんですよ鹿銃、ね、が発生する鹿銃が発生するというのは資源配分が非効率になってるってことなんですよ、ね、資源配分が非効率非効率というのは何か無駄だってことです資源配分の点で無駄が発生してるっていうこと、ね、資源って何か、ね、労働力、えー、それから設備、ねまあ、設備のことを経済学では資本というふうに言いますけどその労働力と資本これが無駄になっちゃってるんですよ、ね 労働力があるにもかかわらず、ね、失業者として、ね、労働力が活用されてない。これ資源配分の無駄なんですよ。ね、設備があるにもかかわらず稼働してない。ね、有給設備と言います。これ資源配分の無駄なんですよ。生産量が少なくなっちゃってることによって、独占というのは過少供給を作り出して価格を吊り上げている。生産量を少なくすることによってですね、生産量が少なくなってるから労働者の数も減ります。 稼働している資本設備も減りますということで、ね、資源配分に無駄が出ちゃうとこれが地下重の意味合いなんですねいいですか価格がつり上がるイコール悪だっていうのははっきり言って浅いですはっきり言ってね地下重が発生する、ね、そこがダメなんだと地下重の意味合いっていうのは資源配分の非効率、ね、し要は資源配分で無駄が発生してる本当は働ける労働力なのに失業者として失業者になっちゃってると これ無駄じゃないですかね。本当は稼働できる資本設備なのに有給設備になっちゃってる。これ無駄じゃないですか？過小供給によって生,生産要素が遊んじゃってるんですよ。これがいけないということなんです。価格が上がるからいけないんじゃないんですね。ですか？だから鹿獣が発生するっていうのはそういう意味合いなんです。 だから皆さんね、この鹿重、これ私、ブルーでマーカー引きましたけども、えー、色塗ってますけど、この鹿重を見てですね、失業者がこう発生してるんだと、稼働してないですね、資本設備があるんだと、そういう意味合いをこの三角形から読み取るんですよ。ね、価格が上がるから、ドッキン法があるんだというわけじゃないんです。鹿、ね、重なんです。だから、じゃあ、なんでね、今回ね、なんで今回いい 歯科充が発生してるのかと完全競争市場の時よりもあの総余剰が減ってるってことで歯科重が発生してるっていうことでなんで歯科重が発生してるんですかっていうとねこれむしろね生産者余剰は増えてるんですよ、ね、生産者余剰は増えてるんですけど,消費,す、ね、けど消費者余剰がガタベリしてるんですよね生産者余剰は増えてんだけど消費者余剰がガタベリしてる差し引きで減っちゃった余剰の方が大きい。 差し引きすると余剰が減っちゃってるだから独占になると総余剰を減らすんで悪だっていうそういった流れなんですですからもしですねまあ、ありえないですけどね、えー、あのー、余剰が増えてるんであれば価格が釣り上がったとしても余剰が増えてるんであれば良かったですねってことでそれは褒められたことですねいいですか だから価格が上がるイコール悪ではないと価格が上がったことによって消費者余剰がガタベリするそして生産者余剰が大きくなるんだけど、ね、大きくなるんだけど消費者余剰が減っちゃった部分のが非常に大きい差し引きすると余剰が減っちゃってるそこが悪なんですそれが鹿重というふうに言いまして鹿重の、ねえー、お話ですねそこがポイントなのかなというふうに思いますね。 でえーまあ、80というのは求まりましたよねだから底辺が80-40で40ですで高さが30-10で10 20ですからあ三角形の面積400っていうふうに求まるわけですね。ではその次なんですけども。 二番ですね、えー、見ていただければと思いますけど、限界費用がです、ね、10から20に上がったとっいうことですね、限界費用が10から20に上がりましたよと、でえー、この時でとき、ねまあ、A、この財が独占企業によって供給される場合と、B、この財の、えー、市場が完全競争市場である場合、ただしすべての企業の限界費用が10から20に上昇したとする、とで、えー、独占価格と市場価格はそれぞれどのように変化し、限界費用の上昇がどの程度価格に転嫁されるかと。 いうことですね、比較しつつ説明しなさいということで、だから、括弧一1番はね、ただ単に計算問題、ここではあの説明する余地がありませんよね。あごめんなさい、えー、っとあの説明すると,とともに具体的に計算して求めなさいということで、ごめんなさい、括弧一1も説明問題がありましたよね。で、弧括弧1の二の方も、えー、計算問題なんですけども、それを比較しつつ説明するというお話ですね。で、MC がですね、今回。 ね、MC が今回上昇して20になりました。ね、MC ダッシュというふうにします。ね、限界費用が上昇した上昇後の MC を MC ダッシュというふうに置きます。で、ねえー、まあ,あ限界費用が10だったんですよ。で限界費用が20に上がったんですよ。だから10だった限界費用が20に上がるんで上にシフトっていうことになりますね。上にシフトと。ね、で上にシフトするっていうことはこれ何が起こるのかなっていうとまず。 これもし完全競争市場であればね、もし完全競争市場であれば、需要曲線と MC が交わるところで価格が決まるっていうことで完全競争市場の時の変化前限界費用が上昇する前の、えー、価格っていうのは、ね、10なんですよ。ね、完全競争市市場、市場均衡価格、これ10なんですね、ね。変化前、ね、一方で、えー、10の時先ほど見ましたけども、ね、10の時の えー、限界費用です、ね、10の時の限界費用、えー、10の時のお限界費用が10の時の価格っていうのがこれね30だったんですね30。 いいですかだから変化前は30度10であると、ね、30度10それが限界費用が上昇したことによって価格がどれだけ増えますかと、そういったお話ですね、それを明らかにするということなんですけども、まずですね、皆さん、限界費用が10から20に上昇しますとですね、ね何が起こるのかなっていうと、えー、まずうん、そうですね。 えー、このの独占の方からいきますよ MR があごめんなさい MC r が m が上にシフトしますとこのね MR=MC イコール MC これね新しいあの MC と MR が交わるところが新しくこう、ね、点が発生しますんでここを満たす生産量を明らかにしなければいけない。 ここ,をせこ,こ,をこの新しい MR=MC イコール、MC、を満たす生産量を明らかにしその生産量のもとで消費者は最大でいくら支払うのかなっていうのを考えて価格を設定するわけですからまず MR=MC イコール、MC、を満たす、ね、この MC が20になりましたけどこの MC=20 を使った MR=MC を計算してまずその取引量需要量を求める必要があるわけですね。 ですから MC は今回20に上昇しましたんでそれが五式です。だから二と五式を使うことによって MC シフト後の MR=MC これを求めることができますんでそうしますと D が30になると。なら MC が10増えるとですね取引量が減るということですね。 でそうすると何が起こるのかなというと需要量取引量が求まりましたので量が求まったら需要曲線にこの30を代入すれば価格が求まるということで需要、えー、逆需要関数、えー、ですね P= イコールの式逆需要関数に、えー、30を代入するそうすると価格が35になるわけですね。ですか,ですから独占価格が、 ね、30だったのが35に5増えますよと30だったんですけど35に5増えましたよとこういったお話なんですねいいですかね。 MR=MC イコール、MC、これを新しく構築してですねそしてあとは計算解けばいいとで数量が求まりますと数量が求まればその数量の下で消費者は最大でいくら金を支払うのかということで需要関数に、ね、逆需要関数ですね逆需要関数に取引量を代入すれば価格が出てくるとそんな流れですよねじゃあもう一つ完全競争市場の方いきますねで完全競争市場の方はもうこれ価格が MC が上に上がりますから MC が上に上がりますんで価格が完全競争市場の価格っていうのはこれ20になるんですね。MC が上に上がりますから需要曲線と MC の交点っていうのはこれ MC これね20ですから、ね、価格が20になるということですね。一応取引量も求めました一応せっかくですからこの取引量の求め方需要曲線と MC の交点ですから要は P=MC イコール、MC、によって需要曲線は P で表現されます。 ですから P=MC によってこの MC と需要曲線の交点を求まりますから丸1式と丸5式を使うってことで求めますと需要量が60ということでこれ60です。でこれ価格完全競争市場市場均衡価格が20ということですから10ね上乗せされるということですね。10上乗せされますよとでここでね 独占の時は5だけ上乗せされると、ね限,界るね、限界費用が10上がってるんですけど5しか価格に転嫁してないと。ね、一方で完全競争市場の時っていうのは、ね、限界費用が10上昇しましたよね。限界費用が10上昇したんですけど、ね、この限界費用の上昇10全て価格に転嫁してるんですよ、ね。そういったお話ね。いいですか。ね、限界費用が10上昇しましまた 独占の場合は十のうち半分価格に転嫁しております。市場均衡価格、完全競争市場の時はね、えー、限界費用が上昇重視したわけなんですけど、まるまる十価格に転嫁しております。ね、そこをまず指摘するんですね。で、これね、直感的にはどういうことなのかなっていうと、ね、これちょっと皆さん意外に思いません？独占の方がなんか価格吊り上げそうな感じしませんか？ どうなんですかね私は結構しっくりくるんですけどあの独占の方が価格吊り上げるイメージがある方は、ね、なんで、ねえー、独占の方は限界費用が10上がってるのに5しか価格に転嫁しないんですかと全部転嫁しないんですかと、ね、そういうふうに思われた方いらっしゃるかもしれませんねで完全競争市場の方が競争が激しいのになんで限界費用の上昇10を丸々ね価格に転嫁するんですかと、ね、そ,ううそういうふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんけどこういうふうにね経済学で解釈するんですよ。 あの完全競争市場の時っていうのは、ね、消費者も生産者もいっぱいいますからね競争が非常に激しいんですよ。で競争が非常に激しくてもう本当にねもうコストをねもう,もうギリギリの状況でやってるんですよ完全競争市場の時っというのは。ももうう非常に競争が激しいからもうコストか その余地がない、えー、非常にもう厳しいギリギリの状況でやってる。これが完全競争市場の状況なんですね。ですから限界費用が10上がったら、そもそもギリギリの状況でやってるのに限界費用が上がっちゃったってことですから、もう価格に転嫁せざるを得ないんですよ。もうそもそもね、そもそも余とりがないんです。ね、そもそも、えー、価格を引きあのそもそもコストをカットする、そういった余力がないんですよ。 もうギリギリリのところでやってますから、ですから限界費用が10上がっちゃったら例えば原材料価格ね、あの最近だったらトランプさんとですねあのイランがドンパチやってますから、ね、えー、それであのこれから原油価格がどん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 んまた上がる可能性ありますよ。ね、イランと あのアメリカが対立するとですね、イランぶち切れたら日本にとって大変なことが起こるんですよ。ホルムズ海峡ってイラン通らないと来,来れます。あのイラン通らないと原油が日本に来ませんから。あの日本の原油っていうのはサウジアラビアから三十五パーセント買ってますから。したがってそのホルムズ海峡を通るんですよ。ね、ホルムズ海峡を通るからイランがぶち切れてですね、ホルムズ海峡封鎖っていうふうに言ったらですね、日本に原油来なくなっちゃうんですよ。そうしたら電気代が跳ね上がるってことで原材料価格が上昇する可能性が今あるわけですね。で、例えば中小企業でね。 完全競争市場で非常にもう競争が激しいところで原材料価格が10上がったらですねもうギリギリの状況でやってるわけですからもう価格に転嫁せざるをえないんですねもう余力がないですからそういったお話を考えていただければと思いますね。で例えば原油価格が10上がってですね独占市場の場合は独占企業の場合は体力あるんですよ、ね、独占利潤を手に入れてますからね、えー、もう体力あるんですよね。 体力あるからじゃあ減価費用が10上がったけど5だけ消費者の方々あ負担してくださいねっていうねそんな余裕な感じなんですよ。ですからまあ5、えー、消費者の方々に転嫁すると。ね、完全競争市場の場合はもうカツカツのギリギリの。 死ぬか生きるかっていうそんな状況をイメージしていただければと思いますけど競争の激しいところでやってますから、ね、トランプさんの,その政策によってイランがぶち切れてホルムズ海峡封鎖ってなって原油価格が上昇しました原油価格が上昇して例えば電気代が上がったって言ったらその上がった限界費用の10これはもう消費者に価格を転嫁しないとやっていけないっていう状況なんですよです,から、ね、ですからですね、えー、このね市場均衡価格の方が10上乗せされると。 いうお話なんですね独占価格の方が独占企業はまだゆとりがありますから。 限界費用が10上昇してるんですけけど半分の5だけ消費者にに価格,と価格に転嫁してると、ね、消費者の皆さん半分はちょっと負担してくださいってことで、えー、このね原油価格はね例えば10上がってその半分を消費者の方々に価格を上げることによって負担してもらってる、えー、完全競争市場の場合はもう企業がもうその原油価格の上昇の一部も負担する余力がないからもう全額ごめんなさい消費者の皆さん負担してくださいと。 そんんなな流れなんですねよろしいですか,、ね、ですかまあイメージまでねだから私ねあのこの問題ははっきり言ってあの合格レベルの方だったら50点満点でおそらくあの満点いくんですよ。ね、満点いくんですだから私はちょっとハイレベルということで深い話やってるんですよね。深い話っていうのは何かっていうと価格がつり上がるから悪じゃないんだと価重だと、ね、そういったところだとかあとイメージですよね。 なぜ独占の方が、ね、がが同じ限界費用が上がってるんですよ。完全競争市場における企業これも減価費用が10上がってる独占,の場合に独占の場合も同じ減価費用が10上がってるなんで完全競争市場の方が消費者にいい価格を転嫁するんですかと、ね、そのイメージですねそういうそのもっと突っ込んだその経済学的なその 意味ですね。そこ、まあ、私なんかも大学院にいた頃ねあの自分の指導教授によく言われましたよ「数式だけいじくってんじゃねえと」と、ね、経済学的意味を数式から読み取るんだとグラフから数式経済学的意味を読み取るんだということを、まあ、よく言われたもんなんですけどもだからそのですからあのマクロ経済学の,、ね、あの問題にですね2018年の。 はっきり言って意味も分からず解けた方っていうのは数,数式操作能力が高い方だったらできるんですけども経済学を学ぶっていうことはそういうことじゃないんですよ。もちろん数式を展開するってことはハイレベルになってくるとですね大学院レベルになってくるとそれ解けないともう進まないんですよ。ですからそれはもうやっぱりある程度は専門家だったらそれはしょうがないんですけどもやっぱり一方でねそれだけだったら駄目なんですよ。それだけだったらはっきり言ってもう数学もう計算してるだけですからね。 なは,はっきり言って意味ないわけですよその数式から何が読み取れるのかそれが大切なんですよね まあ、あそこをちょっと私の方でお話しさせていただいたつもりなんです、今をね。で、それから今度、括弧の2ですね、ちょっと読んでいきますけど、皆さんも、えー、あの、名通していただければと思いますけどえ、巨大な固定費が原因で、企業の新規参入が困難となり、独占状態となることがあると、こういった自然独占の産業では、独占を強要する代わりに価格を規制するといった政策が採用されることが多いということで、まあ、これ、費用低減産業ですね。で、費用低減産業の原因までこれ、書いてくれております。費用低減産業っていうのは 生産量を増やします生産量を増やすと平均費用1個当たりのコストがどん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 下がっていくこれが費用低減産業ですよ、ねでまあ、その生産量を増やすことによって平均費用がどん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 小さくなりますよという,、ね、そ,ういった状況をそういった状況にあるならば規模の経済が働いてるっていうふうに言うんですね。 ですか規模の経済という言葉も知っておいていただければと思いますね。あの本試験で、ね、皆さんね2018出ちゃったんで2019どうせ出ないだろうということで、まあ、確かにねもう費用低減産業なんて見たくもないという方いらっしゃるかもしれませんけどやっぱりね経済学ね費用低減産業というのはミクロ経済学で非常に重要な分野なんですよ。ですから今が本当に、ね、直前期でなければ、ね、来月テストですという方がねひょっとしたらプラスアルファトレン、うん、ひょっと、ね、して見てる可能性もありますからそういう方はねもうあの2018で出てるから。 2019年、出題可能性はおそらくまあ低いと思いますよ、なのでもう見たくないというのは分かるんですけども、もしまだね、あのプラスアルファトレンって、もう試験終わった後にあのに、えー、出されてるものですから、まあ、結構まだ本試験までゆとりがある方の方が多いかなというふうに思うんですよで、そういう方はね、やっぱりぜひ、やっぱりもう今一度やってくださいよ、費用低減産業ね、えーでえーまあ、やっぱりまたあの経済学の理解自体が深まりますからね。 出るところばっかりやっててもダメなんですよ。ね、ご飯と一緒ですよ。ね、えー、おいあの自分あんまり好きじゃないな野菜っていう方も野菜取らないとダメですよ。ね、あの好きじゃない分野の論点もやっぱり勉強しないと深まらないんですよね、理解がね。 でえー、っとだから、莫大な固定費が原因っていうね、ですから、まあ、例えば電力とかガスだとか、そういうのはもう本当にこのね、ガスタービンだとか、あるいは原発だとか、もう本当にかつての原発なんて、多分うん何千億、何兆っていうふうにかかるわけですよね。ですけども、まあ、今、技術革新が進んで、ですね、まあ、非常にこう安く、より安くあのできるようになったということなんですけども、だから、そのですね、まあ、例えば、何兆っていうね、その機械とか設備がかかるのであれば、固定費が 定費がものすごく膨大になると固定費が膨大になるということはこれ費用低減なんですよね生産量増やすということ1個あたりのコストがもう非常にどん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 安くなっていくっていうだから独占させた方がいいいいじゃななととうことなんですね、えー、もし競争促進政策で競争させたとしても結局規模を取り損ねて生産効率が悪い企業っていうのは潰れちゃうんですよ。 回回収収ででききなないいかかららお金を回収できないからねだったら競争させずに1社でやらせた方がいいでしょうと。だけど1社でやらせると今見たように価格つり上がっちゃうんですよ。で価格つり上がることが悪じゃなくて余剰が減ってしまう価重が発生するという悪が出てくるんですね。ですからあじゃあ何とかしないとねと。自然独占は許す。許すんだけどもじゃあどうしよう。価格規制しようかと。 価格が上がりすぎちゃってそれで価銃が発生するから価格が上がらないように価格規制しようということで伝統的な考え方では2つの考え方がありまして限界費用価格形成原理と平均費用価格形成原理ということでこの2つの考え方ねこれが今回問題だったわけなんですね。ですかねだから本当ねもっとね突っ込んできてもよかったと思うんですよね。だから私のその公開模擬試験のね。 1> えー、第1回目で出させていただいたやつなんかはねもっと、あのー、これが伝統的な規制ですよとそれはもう当たり前と、ね、さらに突っ込んでヤードスティック規制、ねえー、それからオープンアクセス制度だとかもっとね突っ込んだねそういった、ねあのーえー、規制制度をねご紹介させていただいたんですけども伝統的な規制で終わったなっていうことでやっぱりこれもね藤原先生のまあそというか思いやりというかですね、えー、そういった配慮だったんじゃないのかなっていうふうに私はこの問題を見て思いましたけどね。 まあ我が不動産鑑定試験のねレベルっていうのは、藤原先生も熟知してるはずなんですよ、5年目ですから、毎年採点してるわけですから、1年目じゃありませんから、熟知してるはずなんですよ、これ出したら、ですねきっと点数高いだろうなっていうのは、毎年の傾向から分かりますよ、藤原先生、もちろん、見てますから、毎年、採点されてますからね、ですから、それであえて出してきてると、このレベルの問題を、このレベルの問題だったら、合格レベルの方だったら、本当に満点ですよ、それをあえて出してきてる、これはやっぱり藤原先生の思いやりなのかなというふうに、私は思いましたけどね。 費用低減産業、まあ、長所とたあの費用低減産業の対応策、限界費用価格形成原理、平均費用価格形成原理、その対応策というのが、まあ、回答例のところを見ていただければ書いてありますんで長所あので、えーね、メリット、デメリットあったりしますので、それねメリット、デメリットあったりしますけど、それも、ね、一応確認しておいていただければと思いますね。 でではですね、時間の方が来ておりますので、えー、ここで休憩の方を入れますけども、えー、休憩ね、えー、皆さん10分間取っていただいた後ですね、えー、皆さんに60分間取っていただいて問題にですね 問題の1はあの解いていただいて出していただいてもあの採点ちょっとできないということになっておりますんであので問題2を解いていただいてそれで提出していただければと思いますね私のほうで採点させていただきますのでねで皆さんがやっていただいた後とまた休憩取っていただいてそれで、えー、またあの、えーこのねえー、私の,その解説講義がまだ20分ぐらい続きますのでそちらも見ていただければと思いますねでは、えー、休憩の方をお取りくださいどうもお疲れ様でした